皆さんこんにちは、ゴージャスです。こんにちは、あ、誰ですか。はい、甘い声がチャブポイント、キュルルンこと小原遥香です。かわいい、キュルルン。わー、はい、すごい、今回テンションが上がりますね、皆さんね。小春、はい、小春です。よろしくお願いします。すごい、かわいい、なんかすごいね、いい匂いがする、はい、ね、あ、本当ですか。もともと AKB なの。そうなんですよ、私 AKB 法廷と見て、うん、問題起こした。問題起こしてないです起こしてない、恋愛禁止条例守ってましたから。守った、うん、そっから SDN 法廷と見たんですよ。あ、SDN も行ったの。はい、そしたら、なんと SDN 法廷とが全員で卒業になっちゃって、そうだね、なった途方にくれて、ここに来て、はい、ここ来てた。いらっしゃいませ。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ね、よかったね。よかった、ここに来れて、ね、はい、やね、じゃあ2人で今日はね、はい、もう楽しくやっていくんだけどね。あの、一つだけ言ってもいいですか。どうしたの。私、あの、鳥が大の苦手なんですよ。鳥が大の苦手。鳥なんて一体どこ。あ、いた。いた。本当にダメなんですよ。嫌なの、ね、だからこっちに座らす、あの、座るみたいな流れになってた時にどうしようと思ってたんですけど、本当にかろうじてこっちでよかったなって思って。でも、うん、全然小春の嫌いだったら僕はもう捨てる。いらない。大丈夫ですか。全然こだわりとかないから大丈夫ですか。なくなったらちょっと弱くなるとかないから。あ、大丈夫、全然あれに関しての笑いはもうないから大丈夫。よかった、うん、見てても何も面白くないと思う。ね、まあ、いや、ゴージャス、うん、あの、予期運の時と対応が違くない。あ、やっぱ僕もね、なんだろう、僕も人だったってことだね。怒られるよそれ。これを極力見せないようにしてくださいね。さあ、ということで、クラミン、今回は何をやるんだい。はい、今回はパズドラよ。あ、バタパズドラやるの。時間食うよ。大丈夫、大変だけど、うん、スペシャルダンジョンにイザナミ降臨が登場。わー、超強いやつ。強いやつです。すごい強い、うん、でね、光属性と闇属性のイザナミをゲットできるチャンスなんだぞ。いや、いいかい、スクラゲ。僕はね、基本的にマックス村井がいないとバズドラはうまくできないんだ。だってそこは、うん、コハルンが応援してくれるよ。はい、頑張れゴージャスさん。すごい、なんだろう、ときめいてる自分がいる。応援し続けます。応援、よし、やる。やれる。やれる、これ。じゃあ今日はね、頑張ってイザナミをコリン撃破したいと思います。はい、ということで、はい、こんなパーティーで行きたいと思ってます。こちら、ね、師匠、あの、これで行きたいと思うんですけども、大丈夫ですかね。いや、もう勝てる、勝てると思う、はい、僕、一回、うん、一落ちしてる感じがあったんですけども、ニューマークが消えてたんでね。とりあえず、うん、とりあえずやってみて、ダメだったらね、あと編集とかでごまかすと思います。ごまかせない。ごまかせる。よし、行きましょう。それでは挑戦する。きた、盤面覚えて、暗黒の前に跳ね返せ、うん、ダメだった。あれ今ね、これを暗くなったらね、エキドナがね、この暗くなるのを防御する、もう一回跳ね返すやつがあったんだけど、うん、期待したんだけどダメだったね。ダメだった、ダメだった、早速ダメだったけども、とりあえずは行きたいと思いますね。一回、ターンがあと2なんで、一回開こうか、一回開く、どっちからやるんでしたっけ師匠。光の方が攻撃力が強いので、左側の方を、はい、でターゲットを光に合わせまして、はい、ちょっと待ってね、これね、僕自分でこれこう、みんなこうやって一回開くんだけど、この一回指が通るとこれもう一回戻るのね、この色がね、はい、今見えない状態でしょ、うん、見えない、これちょっと触ると見えるのね。見えてる。これを覚えるの、これ、こうやって一回覚えるの。え、それで覚えれるんですか。これで全然覚えられない。全然そんな頭良くない。気持ち的にね、ちょっとは分かりますか。そう、視覚は回復だから絶対ね。そっかそっか。今回早くやろうと思ってるんだけどね、それもちょっと。でもそうやって、うん、こう、どこにいらあるかなって覚えてできるってことですか。うん、そうしたいんだけど、うん、まあ、ダメだよね。よし。それで一回開いて、とりあえずは行きたいと思います。青から行きましょう。レディーゴー。
回開いて全然ダメだった全然ダメだった。 OK、 さあ来ました。こっからですよ、はい、色は4色あるかな、ありますね、うん、それでは俺は今回もね長丁場になりますよ、編集ごめんなさい。よし行きましょう。あ、見えた、行きましょう。これから行きますよ。これ師匠、はい、5色4色決めないと、4色決めなくても HP がおそらく2000ぐらい残るはずなので、はい、大丈夫なんですけど決めてほしい。決めてほしいですね。決めてほしい。決めてほしい。決めてほしい。行きましょう。それではレッツゴー。間違えた。間違えた。おやさん。ラッキーコンボ16倍。こんにちは。師匠師匠、そうですよね、師匠ゲームオーバー、師匠師匠、そうですよ、これそうです、僕今思い出した、 99% からのドンですよ、これ師匠、あ、90これ師匠これはまさかのあれ、ね、同じ感じで一回一瞬出たの、はい、あれ昔、俺も今気づいたの、ダンって気づいたの、あれ一発目来た 99% だ、あれ次どうすんだっけ、ダンティラーリーゲームオーバー、あーちょっと待ってくださいよ、ごめんなさい、普通に3目の行動を読み違えてました、ドマーゴージャスさん、ゴージャスさん、師匠小春の前で恥かかせないでくださいよ、かっこいいとこ見せたかったんですよ僕は、ちょっと、いや、こんな早く終わる攻略動画ある、あれゲームオーバーが早かったな、早かったよ、超恥ずかしい、うわー、ゴージャス何が原因だったの、ね、これはね、師匠のせい嘘嘘、でもこの辺はね俺もね覚えてたからね、うん、半分半分、うん、そうで、なんかニコニコしてた小春も小春で、私もダメでした、そうニコニコ、そのなんか甘いささやきみたいなのがあったからちょっとあれだったかもしれないな、ダメでした、いや小春も許す、あ、よかった、おーしということで、いやちょっとねこれはね、こんなバトルワンで死ぬのはちょっとね不甲斐ない、ちょっとまたこれね、ちょっとスタミナあるんでね、ちょっとリベンジしたいと思いますんで、次の動画でねお楽しみにということで、それでは一旦バイバーイ、バイバーイ、恥ずかしいなこれな、いや超恥ずかしい、ゲームマーケットがお送りするゲームアプリ攻略動画チャンネル、ゴージャス動画、たくさんのゲームアプリを紹介していくよ、今すぐチャンネル登録してね、それここ。